はい、皆様こんにちは、ニュージーです。最近ね、前髪を自分で切りまして、すきばさみで切りまして、なんか少しおかしくなっていますけど、これはこれで自分スタイルっていうかオリジナルでいいかなと思いますけど、少しブルブル、少し失敗したとこはありますけど、まあいいでしょう、さっきね、昼ご飯に辛いものを食べまして、唐揚げとかあとチーズとかヤンニョムなんちゃらってやつ、ヤンニョムチキン、今流行りの、あと UFO チキンとか、鍋の中にチーズが入ってて、そこに唐揚げをつけて食べるんですけど、そんなんとか、コーラ、ポテト、チヂミ、トッポギ、その辺を先ほどいただきまして、うまかったんですけど、なんかね、ケツが痛いのよ。ケツがこうひれりするというか、なんかこうケツに違和感があるのが今日です。カラオケもね、さっき行きまして、いろんな歌歌いましたね。一番思い入れというかね、ああこれいいなと思ったのはね、チャゲ&アカさんのね、セイエスっていう曲ありますよね。愛には愛で、またね別の動画でアップしますけど、セイエスいいですね。だってセイイエスでしょ、はいと言いますと、はいと言ってということですよね。セイエス、迷わずにいい、セイエス、入りましたね、あの時ドラマの主題歌で。セイエス、恋の手触り消えないようにっていう感じでね、いいですね。このあとね、今流行りのねドラマ見ようと思います、家に帰って。ただね、身内がね、なんか買い物してて今長いのよ。だからね、その合間にね、今カメラこうやって回してますけどね、ナルシスト、令和の俺ナルシストってことでね、やっていきましょう。はい、動画投稿もね、始めて少し経ちまして、いろんな動画をね、アップしてきましたけどね、なかなか跳ねませんね。跳ねるの扉、流行りましたよね。いや、ほんとね、動画がね、跳ねないからね、俺が跳ねようかなと思って。今のも滑ってるしね。なんか、やることなすこと全部滑りますよね、私の場合。まあ、楽しんでね、やってますけどね。これからもね、よろちくび。以上です。バイバイ。